このヘアショーは若い世代に美容師の魅力を伝えようと開かれたもので、今回は県内から5つの美容室が参加しました。別府市で開かれたショーではスタイリストたちが10分の制限時間の中でモデルの髪をカットしながら思い思いのスタイルを表現していました。会場には無料で招待された美容師を目指す学生などおよそ400人が訪れていて、現役の美容師の技術に魅了されていました。主催者は若い世代に地元の大分で美容師を目指してもらうきっかけになればと話しています。